ご視聴ありがとうございます。ハレルヤプロレスの木原敦です。ハレルヤプロレスのペトロです。はい、今回もまたコンバットやっていきたいと思います。またスタンダード、どんだけスタンダードやれねんっていうことですけど、スタンダード今全然わからない。まだわかんない。ロッサの前バルニーラさっき言ってたから、スタンダード全然わからない。まだね、そんなに練習する時間もなかったから。ファイオニアのね、この前をあのアメリカの方プレイヤーツアー一周違いで、日本とは。ああ、それヨーロッパだった。ヨーロッパだっけ。アメリカじゃないっけ。いや、アメリカは今週だった。そうだよね、だからその遅れて日本、ヨーロッパ、アメリカ、まあ、まだファイオニア熱が冷めやらないと思うんですが、スタンダードやっていきたいと思います。はい。めちゃめちゃ周りになってる。今回使うデッキは、今回使うデッキは青白コントロール。めちゃめちゃ強い青白コントロール。スケはどうかな。強そうだけど、うん、強いかどうかまだ分からない。まあもっと研究は進むとは思うけど、まあ得たカードが多い。デッキリストも多分まだ完璧ではないし、うん、デッキリストもね、もっと先手されてる。カードが強いだから多分強い。多分強い。どうかな。まあ得たカードが多いってデッキって基本的に強いから、新しいセットのカードがいっぱい入るのは結構強いのかなって思うけど。木原さんは何を使いますか。使うのは赤タン。まあ、お城とはちょっと相性悪いって言われてますけど、このアナックスぐらいしか入ったカードがないと言われている赤タン。環境初期っていうのは大体赤タンとかそういう早い系のデッキが強かったりするから、うん、まあ、今はまだ旬のデッキなのかな。ハレルヤで行われた PTK も抜けてるし、優勝してるぐらいだから強いんじゃないでしょうか。最初から赤デッキはずっと一番強いでしょ。環境初期、うん、環境初期、環境初期はまあアグロデッキが強い傾向にある。他のデッキのリストが洗練されてなくて、はいはい、もし違うの話。まあね、環境理解が進んでいくと赤タンみたいなデッキはまあメタられたりとか、はいはい、まあ、で他のデッキのリストが洗練されてくるとまあ少し勝ちにくくなるのかなって傾向に、まあ、毎年あるかなっていうイメージですけど、はい、それではやっていきたいと思います。サイドアウトするのは、まあ、ラスに弱い1マナクリーチャーとショック。まあ、結構サラチになりやすいんで、エンバークレーブ入れていきます。で、インするのが、まあ、青白にはね、こいつが結構火を吹いてくれるんじゃないかということでやります。まあ、ロングゲームになると思うんで、フリンジとかそういうアドを取れるカードと、まあ、ゲインさせないように。あと、これはガラスの質もあるんで、まあ、入れとくかなということで。カードは、まあ、安いな状況。は、そういう何もしないのか。ロケットが付いて、まあ2回目のやらないだけど、他のカードが強いだからキープします。まあなんか固定でもっさりしそうですけど、まあこっちあってこれあってこれあるんで、まあキープします。
マイナスしてトップ化しておしまい。これがデッキトップにトップで立ち消えたで3点点トップに出しておしまい。全然できない。
犬ぞろい強い。先行で設定勝つ。お願いします。全てがあるパーフェクトボールなんで、お願いします。ちょっと甘い。あ、しょうがない。お願いします。ドミンゲス、ドミンゲス痛い。ドミンゲス、ドミンゲス痛い。ドミンゲスさんといいね。実はドミンゲスはこのカードを使ったことないでしょ。使ってたよ。あ、本当だと。グルールで。ああ、そっか。使ってない。使ってない。チームキーとしてはいい。いかすけー。はい。そうだよ。ない。ショックにしない。申し訳ありません。申し訳ありません。はい、すいません。危ねえ。なんか強いカード引け。返事。よし。これなんと、今
ればね。ドミンゲス。ドミンゲス。はい、というわけで今回はペトロ君の勝利です。やっと負けたっつって。スタンダードね、赤田優勝してたんだけどね、 PTQ とか、うん、ちょっとびっくりした、ちょっとびっくりした。ビッグメンションとアルシェル2人とも負けて、うん、そんなに強くなさそう。ゲーム1いつも強そうだけど、あとでちょっとゲッツーになるじゃん、うん。まあ、カタンだからやっぱりサイドボードカードが少なかったりとか、うん、まあそういう弱点はあるのか。あと青白とのマッチアップはさすがにまあ青白が有利って言われてるぐらいだから、まあ、ゲインカード多くて、まあ、夢さらいとか寝ると結構もう止まらないみたいなことが多いから、やばそれ強いよね、ほんとに多めに2点ゲインついてるもんね。まあ、環境が進むとやっぱり赤タンはそういう風にまあ対策されたりとかもあってちょっときついかもしれないです。はい、というわけで今回のコンバットは以上になります。なんで笑ってる？ペトルの顔見るかな。ペトルの顔、ちょっとひどくない？できない。はい、というわけで今回のコンバットはこれで以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。バイバイ。